皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、今回から2週目以降という形でやっていきたいと思います。2週目の主人公はエレンでやっていきます。でまあ、ちょっとね、前回もお話ししましたけれども、最終的に8人は、やるつもりです。でその8人の主人公を使っていく中で、まあ、他のねキャラクターも全員入れて、やっていきたいと思います。で別にその1回使ったキャラクターはもう使えないっていうことではないんですけれども、ただ結構人数的には厳しいんじゃないかな。同じキャラクター2回入れたりするとなんか使い切れない人たちが出てきちゃうかもしれないので、まあ、パーティー編成はね、まあ、やりながら考えてはまた行くんですけれども、まあ、一応全キャラクターを使っていきます。で、ニューゲームプラスでやっていきますので、もうすでにエレン技ポイントに王冠がついてますね。であとイベントはもう一度見たものはサクサク、カットして、ちょっとどうなるかは分かんないんですけれども、1人の主人公に対して、まあ、前編後編みたいな形で、まあ、2パートくらいでクリアしていければなと思っております。じゃあエレンやっていきましょう。でシノン組のここはまだ見てないので最初見ていきます。異常なしってとこかな。見たっけなんか分かんねえやなんか見た気がするな。これは確実に見たので走ってったらカットします。ではミカエルの元へ行きましょう。エレン、出発。でここはちょっと最初だから見ましょう。ヒットポイントはそのままだね。ユリアンとか途中まで入れてたから、サラ本当に最初の方に外したんだな。トーマス、ハリードとか多分全く使ってないと思う。モニカも全く使ってないから弱い、まあ、ある程度ここら辺で鍛えとかないと主人公にした時きつそうだな。戦闘陣形はデザートランスだけ、補欠陣あるてかスペキュレーションもあるじゃん。陣形も引き継いでんね。じゃあスペキュレーションでいこう。ガンガンいきましょう。で主人公キャラを多分パーティーに入れるとそれこそまたメンバー的にきつくなるんだよね。だから主人公以外は他のキャラでちょっと行きたい。でテオノはもういらない、外す。まあ装備は初期装備か。では行きましょう。ちょっと腕試し、殴る。あ、技覚えさせとこう。技も多分引き継いでるよね。カリウトの弓にしちゃった。あんまり強くない。体術は体術レベルが上がらないとちょっと弱く。ユリアン強っ。ユリアンがむしろ強い。エレン斧使ってたからか。そうか、1周目はエレン斧でしたね。そういえば、いやただ今回は体術でいきます。トマホークも封印取得。体術でいきなり強いのは技ポイント的に結構きついんだけど覚えておこう。必要なものは覚えておこう。で電気剣でペルソナも持っておく。滑殺も持っておく。あと普段使うやつ、普段使うやつは稲妻キクリア。でそこから、あそうだね、剣レベルユリア27だもん。で斧が28か。体術上げてこう。ってことはユリアン主人公でやった時楽そうだな。ちょっと技を揃えていきます。ではガルダウィング戦、ここは全力でいきます。弱そうだけど一応竜神レック剣で、ハリードはね剣レベルが低いんで疾風剣の方が良さそうで、ユリアンくらいになると分身剣どうだろうね。でサイドアイター、ここら辺も敵と操作弾1300で死なないんだ。なかなかやるな。
強いわ、普通に強いわ竜神デッカ剣、さすがだ。この辺りであんなモンスターが出るなんて。主食でアビスゲートが復活したって噂は本当かしら。ということでクリア。でモニカをポドール類まで送り届けましょう。それではポドール類への道、ここはまだ一回もやってないんで、まあ、ちょっと戦闘を重ねながら見ていきましょう。陣形決めてねえや。てかね、装備が弱い。やっぱりミカエルは相当初心者向けですね。初期装備が本当に強いんで、これを見てよくわかる。ある程度ね、その主人公キャラも鍛えていかないと、多分主人公が一番弱いんじゃないかっていう状況になるから。あ、でも他のキャラは基本的に初見キャラを入れていくから、それを考えるとある程度の戦闘はこなしていかないと、やっぱ破壊するものは相当厳しくなりますね。で、一度使ったキャラもうこっから多分妖精とか入れればめっちゃ強いんだけど、今回妖精とか雪だるまとかモストンは使わないんで、まあ、誰を使うかっていうのはまだ全然決めてないんですけど。で、しかもこれさ、本当に先のことを考えてパーティー編成しないと、なんか後の方でなんかクソみたいなキャラしか残ってないってなると、もう積むよね、それこそ積むよね。最後はもちろんサラでいきます。で、サラの時にだからコマンダーモードで使えるキャラクターが残ってないとかなり厳しい。誰がいいんだろう、コマンダーモード全くやったことないからね、全然未知なんですけど。陣形なんてフリーファイトで十分だな。え、ヒットポイントはそっか受け継がれないけど、技ポイントが受け継がれてるんで、技ポイントを鍛えるために、まあ、ちょっと戦闘をこなしていきましょう。あとエレンのね、体術ね、ユリアンがやっぱり強い。結構長く使ってたから。で、花、まあ、こいつも多分普通の攻撃でいけるでしょう。一応固定敵ではあったけど、ダーク、これはこっちへ抜ければいいのかな。どこだ、え、どこへ抜けんのこれ。ここに飛んでる、きちった。結構分かりづれえな。あ、こんなとこに敵が。技ポイントはね少ないんで、どうしてもなんか大車輪連発するっていうわけにはいかないんで。モニカが弱えな。エレンも弱いけど、ユリアンはまあガチで強い。エレンも多分斧使わせればね相当強いんだろうけど、まあ、ちょっと今回は体術でいくと。ゴブリンを突破。ではここを抜ければ歩道類かな。だね、歩道類到着。一応一回寝ていこう。ではレオニード城到着。大丈夫かな。ようこそモニカ姫、噂通り、いや噂以上に美しい方だ。あなたの祖先であるヒルダ以上に美しい。ご挨拶が遅れましたな。私がこの城の主レオニードです。お待ちしておりました。はじめまして、ミカエルの妹モニカです。どうして私たちが来るのをご存知だったんですか。ポドールには何の楽しみもない。外の出来事が気になっていろいろ噂話などを集めてしまう。では今回アリの身に降りかかった事件も聞いているでしょう。伯爵、ご援助、何卒よしなに。わかっています。しかしミカエル公には私の援助など必要なありませんよ。モニカ姫は何も心配なさらずにこの城でくつろいでいただきたい。それではお部屋の方へ案内させましょう。一つご注意申し上げます。この城にはあちこち危険なところがございます。お気をつけください。何せ吸血鬼の城ですからな。こいつについてけど、
まあ普通に行きましょう。私はこちらのお部屋のようですね。皆様おやすみなさいませ。暖炉が緑だな、嫌な感じね。怖い。誰だ。私です、モニカです。どうしました、モニカ様。いえ、別に。こちらで休ませていただけますか。モニカ様も怖いの。私とユリアンが見張りをします。ゆっくり休んでください。これで別に普通になんてことなく終わり。退屈しておいでのようですな。町の北に財宝の隠された洞窟があります。皆さんの退屈しのぎにはちょうどよいでしょう。私にとって財宝など何の意味もありません。好きにしていただいて結構です。俺ももう財宝いらない気がするんだけどね。まあ、とりあえずその財宝の洞窟へ行きましょう。でポドール類の洞窟、ここもサクッとやっちゃいます。生命の大元バックラー500オラム200オラム。こんなもんでいいのかな。とりあえず帰ろう、ポドール類に。たった今ミカエル公がゴドウィンの軍を打ち破ったと知らせがありました。すぐ出発なさいませ。ロアーヌに着く頃にはミカエル公がロアーヌを取り戻しているでしょう。というわけでここもクリアと。数日後、ロアール自由に動ける。これも勝手に動いていいってことかな。で仲間集めは結構早々にやった方がいいね。とはいえ後の方でしか仲間にならないやつをどうするかだよね。ティベリウスとかさ入れようとすると結構後になるからね。エレン本当にどうしよう、ちょっと悩んでます。エレン、俺は新しくできるモニカ様の護衛隊に入るんだ。エレンはどうするんだ。別に何も決めてない。それじゃ元気でな。早っ。元気でな。だってこの間までと随分態度が違うじゃないの。マニオ全く。俺はピドナへ行くことになった。そう、寂しくなるわね。それでサラが一緒に行きたいって言ってる。どうだろう、私ピドナ行ってみたい。お姉ちゃんお願い。いいよ。エレンも一緒に来たらどうだ。お姉ちゃんも一緒に行こうよ。そうしようか。ミルスからピドナ行きの船に乗ろう。あ、そういう感じになるの。ハリード、俺は北の方へ行こうと思う。どうだ、一緒に来ないか。トムとピドナ行く。そうか、残念だな。ごめんなさい。じゃあしっかりやれよ。どうせ後で仲間にできるからね。じゃあとりあえずはじゃあピドナに行きますか。あれ、イベントが起きてる。いるか。動けない。トーマス様ですね。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。これで魔王伝のイベントへと発展していくのかな。あ、こいつとかもね、いつか入れなきゃね。銀融詩人も入れなきゃいけないからね。トーマス君よく来た。ようこそピドナへ。君の祖父殿は私の祖父の兄、つまり君と私はハトコということだ。自分の家だと思ってくつろいでくれ。ピドナ、一応サラがいる。俺はおじい様に頼まれた用事を済ませないといけない。ちょっと倉庫から引き出しましょう。武器、いいね、いっぱいある。ウィルガード、竜輪の盾、有用なものは全部引き出していこう。弓使うかな、一応持っておく。死の弓もあるんだ。まあさすがに西洋系はないんでね。ブリッツランサーになるか。槍でしょ、クリスナーが。生命の杖ってこれどうしたの、使ったもの。あ、そうだ、破壊するもの戦の前のセーブデータだから生命の杖も残ってるね。斧はフォークウィンドも取り出しておいて、
あとは竜輪の剣2本ある。体験使うやついるかな。まあいいか、こんなもんで。で防具、これはマジで竜輪の鎧3個ミカエル最初にやってよかったな。武人の鎧も一応取っとこう。光竜の鎧もまあ強いよね。素材もあるな、だいぶ。で強化道具、パワーグラブ欲しい。カムイのブーツも取っておくか。あとよくわかんないからガードリングいっぱい取っとこう。よし、じゃあちょっと装備を整えます。では恒例のミューズイベント、では魔王殿進んでいきましょう。でゴンを救出してそのまま奥まで行きましょう。一応これは回収しておきます。死をたたえよ、死は幸いなり、いざ幸いの地へ。お前を倒す、いけるはずだ。大車輪と電気剣、サラはちょっとない。何にもファイヤーウォール、いやエアスラッシュでいいや。大車輪で片付けてくれればありがたい。楽勝、雑魚が。これでワープ装置が使えるようになりました。指輪を、とりあえずいろんなやつらを仲間にしていこう。まずはお前だ。捕まえた、もう一回捕まえた。逃げちゃダメよ、捕まえたんだから。友達と遊べばいいでしょ、そんなのいない。でもね、私は忙しいの。それじゃあね、ついてく、しょうがないな。名前は、名前はクレープ。変なのがくっついたわね。素性不明の女の子。あ、ちなみにもう他の人は全員分かりました。クレープ仲間にして、ノーラも今回連れていきますか。ノーラを助ける。じゃあよろしくね。一曲いかがですか。新しい歌、ロアーヌを襲い黒い影、みんなを守れ勇者たち、戦え戦え僕らの仲間、王栄光のロアーヌ、ロアーヌ、あなたを見ていると新しい詩を作る意欲が湧いてきます。一緒に旅をさせてもらいますよ。歓迎だ。新しい歌を求めて仕事をしよう。どんな仕事だ。引き受けよう。こいつも瞬殺する。全力で行こう。無双三段サザンクロス竜神烈火剣。こいつ分身剣は弱いよね、どう考えても。疾風剣体験がね全然使ってないからないんだよね。技が、技もないし武器もない。何、2800じゃ死なないか。フリーズバリアを張られた。しかしこの無双三段で決める。693全然弱えんだけど。むしろやられた。サザンクロス、オッケー。ありがたよ、うまくいったぜ。少し稼ぎたいんだ、一緒に連れてってくれ。いいよ。これでメンバーが揃った。不安しかない。ではいろいろ聞いておきましょう。もう聞くことはない。
指輪くれ。サンキュー。一応これもやっておきますか。商品運びやる。ほら、情報をよこせ。俺たちの人はスタンレー近くの山の中にあります。じゃあな。1000オーラムゲット。では盗賊退治へとしゃれ込みましょう。頼む、見逃してくれ。キドラントで恋人が待っているんだ。さっさと行きな。悪をのさばらせておくわけにはいかん。死んでもらおう。ダメだ、ダメだ。がめつくない。全体攻撃でいけるでしょう。ちょっと残像系はね、どうしても剣レベルが依存してくるんで。てか絶対攻撃やる必要なかったな。ヘビ剣結構強い。この世に悪が栄えと寂しなし。消えな。金はもらっていこう。2000オーラム。町長、町のそばに住み着いた怪物に生贄を捧げねばならん。任せなさい。この穴の中です。閉められた。関係ないな。怪物倒せばいいんでしょ。簡単な話だ。俺の力見せてやる。猫いらずなどいらん。これ電気ショックって大丈夫だよね。ヘビ剣。ネズミにはヘビ。ちょっと雑草系一応使ってみる。何人出るか。後ろの二人が弱えんだよな。全部引き寄せてる。ネズミを一掃する。ヘビ。ダメだ、残像剣人が足りなさすぎんな。まこのまま錬金ヘビ大車輪。竜神の剣はいいや。もう普通に一番手前のやつ、一番手前になったらラッキー程度で行きましょう。倒した。所詮はネズミに過ぎない。お、やった。レベルが結構上がるな。開いている。誰が開けてくれたんだ。いいやつがいるんだな、この世の中には。倒してきたぜ、怪物を。私が町長です。全くイベントが進まない。まあいいや、とりあえず怪物退治はこれにて終了。ヴァンガードイベントを進めましょう。こいつは何回殺されるんだ。8回殺されるんだな、最終的には。ゲーの細かいフォルネウス兵。結構重たいんだね、やっぱり人間一人は。お手洗いが、あれ一周目も言ったっけ、トイレ外にあるんだっけ。敵は取ってやる、安心しろ。甘い。こいつらも即殺。とにかく前3人だな今のところ。何、後ろのやつだけ残った。ちょっと強いのか。これどこまでこのステータスで突っ込んでいけるかね。
さすがにこのまま妖魔貴族と戦うのは厳しいと思うんだよね。ヴァンガードを動かしましょう。俺はヴァンガードの中に入りたいんだ。どけ。とりあえずね、今回ウォードを入れたのはカタリナ編が始まる前にちょっと体験のね技を揃えておきたいというのがあります。霊気とか、まあ、全然食らないよね。今日竜鱗の鎧とか3つあるからね。耐性は抜群のはず。うわ強い。82でもそろう。これエレン死ぬかもしれん。まあ、一発連機剣打ってやるから別にいいけど、大車輪と蛇剣でいけるっしょ。前衛3人でほぼほぼ片付けられるからな。じゃあヴァンガードの中に入ってスイッチオン。帰ろう。イルカよこせ。あれどれだ、世間話か。ほらイルカ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 。いくらで売れたんだろう。どこで紹介、先にモーテスへ行きましょう。とりあえずウンディーネとボルカンの部下をぶっ倒す。誰でもいい。そうこっちでも誰でもいいんだ。とにかく殴りたい気分なんだ。殴らせろ。ウンディーネさん、君を仲間にするのはまた後だよ。ていうかさ、術師だけやたら残っても困るからな。そこら辺も考えていかないとね。任せなさい。じゃあボルカノ退治行きましょう。いやボルカノは退治しないけどね。新しいアイテムを試してみよう。聞いていないのか、ウンディーネの部下は一発で即殺されたことを。情報が遅かったな。貴様らも同じ運命に合うんだ。強い、こっちのがちょっと強い。蛇に襲われて死ね。ちょっと残ったな。人数が少ない分こっちのがパワーがある。後ろの二人とかマジで何にもやってないからね。死者の移動いけるかな、このまま。これはすげえ不安だよね。ボス結構強いからな。行ってみましょう、死者の井戸へ。あ、グレートフェイクショーが来てる。これやっておくか。ジュオラームくらい出してやろう。やめてやめて。帰ろう。助けに行きましょう。てかさ、モーゼスって本当にモーゼスで一つの町なんだね。ボルカノの方には宿屋なかったわ。妖精よ、君はめちゃくちゃ強かったよ。何も言わずに行ってしまったが、また後で会おう。では死者の井戸、邪魔だ。どけ。行きましょう。ちょっと今回は自信がない。こいつ何気に強えからな。結構苦戦した記憶があるから。よし、とりあえず防具着込んでるからかなりゴリ押せるな。後ろは倒した。よし、ダメージを食らわないからいけるな。押せる押せる。やっぱり竜鱗の鎧強いわ。シャドーボルト28、魔法耐性も高い。覚えた、払い抜け。体験はもうマジで何も覚えてねえかな。よし、デスマスター1人、ここは全力でいこう。こ
このターンで決まりそうだね。なんだかんだ言って楽だったわ。指示はやっぱり疾風拳だな、まだレベル的に。でウォードはスマッシュでもやっとくか。多分回んないと思う。竜神烈火拳がかなり強いからね。3300とか全然余裕だったわ。このままガンガン進んでいこう。魔王の盾、じゃあボルカノとウンディネもささっと倒しますか。この盾そんなに欲しいかな、魔王の盾で。ここはちょっと一人一冊でいこう。ウンディネから先に倒していきます。ソース3段疾風拳、明日にやっちゃった。スマッシュフライ、ウォーターフォール、これが厄介なんだよね。サバンクロス、うわやられた。入れ無双三段、おマジかよ。スマッシュはマジでダメージ期待できないからな。どんくらい食らう？63。660も回復するんだ。どうしようかな。ここちょっと一回じゃあ全体攻撃でいこう。この後ろ二人は単体で。スパークリングミスト。これ全然脅威じゃないからね。うわやられた。これが本当にきつい。マジかよ。今までの中で一番強いな。結構ヒットポイントもあるねやっぱり。あファイアボールは全然食らわないからいいんだけど。食らう、結構食らう。ちょっともう一回全体でいくか。まずやっぱり厄介なウンディネを倒したい。よし OK、 あとはボルカノだけだ。だいぶヒットポイント減ってるよねもうこれで。倒した。まあなかなか強かったな。所詮俺の敵ではないけど。めちゃレベル上がってみんな上がってるよ。ウォードだけ上がらない。負けたわ。好きなようにしろ。あんまり町の人を困らせないでよ。めでたしめでたし。グレートアーチでちょっとハーマンはイコールブラックということでさせてください。ハーマンとブラック別々に使うのはさすがにめんどくさいんで、ブラックを使えばもうハーマンも使ったことにするということにさせていただきます。まあ、今回は別に使わないけど。ボルネウスと戦う、連れて行きましょう。財宝の洞窟へ。こいつ倒せるかな。やってみよう。ドラゴン、いつもは逃げていたけどお前を倒す。竜人には竜人、無双三段、疾風拳、ウォードなんか覚えてくれ。これは何竜だった。ブルードラゴンか。電撃3人食らうけどガッツやはりドラゴンはまだ無謀だったか。これは絶望的だ。電撃に耐えうる力がない。角は耐えられる。電撃さえ来なければなんとかなる。ただいかんせん与えたダメージが少なすぎるな。ウォードは全然ダメだからね。だったら陣形変える。この陣形だから3人食らっちゃうんだよね。補欠陣とかでいくか。よし倒した。なんとかなった。
ドラゴン、貴様は強かった。イルカ像はいただいていく。ドラゴン倒したんだからこんなやつら楽勝でしょう。例によって前衛3人でまずは敵全体のヒットポイントを減らす。電気系はね、実はちょっと弱いんだよね。大車輪と比べると火力が倍くらい違うから。で、ヘビ。ヘビに弱いカエルはもういなくなった。ヘビを恐れたか。ウォードの剣体験が全然上がんねえな、本当に。イルカ像ゲット。では帰りましょうか。で、ヴァンガードを動かす前にちょっとムマのイベントをやりましょう。銀の手が欲しい。一緒に行こう。いや、簡単に目覚めることはできる。エレン、クレイプ、ノーラ、そしてどっちにしよう、詩人だ。もう技は最終的にもアスラ師匠に教えてもらえばいいんで。銀の手ゲット。これを詩人に装備させよう。詩人とかね、詩人のフィドルとかマジ謎の装備してるからね。で、銀の手。こっからさらに竜輪の剣。竜輪の剣の二刀流。二刀流輪剣。ダサ。ミューズ様、こんなところとっとと出よう。まあ、別にミューズは入れないけど。サクッとぶっ倒します。そんなムマ。あーは陣形が関係ない。ミューズが入ったから陣形が満たされている。竜神劣化剣、サザンクロス、無双サンダー、そして詩人は強くなった竜輪の剣の力見せてやる。シャール、ファイヤーウォールで行こう。一ターンで倒せるか。2400。強い。なんて強さだ。シャールは何も装備させてないからね。そのままデフォルトシャール。だからエアスラッシュとかいう雑魚術しか使えない。これ二刀流になってる。竜輪の剣、なんか二刀流になる技とならない技があるのかな。呪文ちぎりとかどうじゃ。デスグリップ効かない。2ターンで倒す。悪夢から覚ましてやる。いけ。わかんねえ。わかんねえけど弱え。とにかく弱かった。3ターンかかってしまったな。このターンで絶対倒す。疾風剣、メガサクションで回復してきたか。結構食らう。耐性がない技を使われるとちょっときついんだよね。え、あ、終わりか。さらばだ。やはりボスを倒すと結構上がるよね。手はいただいていく。マクシムス、後で貴様の西欧遺物ももらっていく。銀の手は消えない。装備してるよね、銀の手。竜輪竜輪竜輪、見栄えがすごい。ヴァンガード発進。ちょっとこの体力量でフォルネウスに挑むのはかなり無謀な気がするんだよね。これだけ見ると言ってみると250前後だからね、相当厳しいよね。まあ、まずは
最果ての島へ行って水流相手にちょっと力試しをしてみますか。ホルネウスをやる前にまずは水流、貴様で腕試しだ。地層が玄武になってるな。これは変えたいけど変えないでどこまでいけるか。回復量は999あるからね。3000巻きつき、うわ一発か、これはまずいな。傷薬持ち込んでないからね。疾風剣で1000、ウォードがマジでいらない。まあとにかく攻撃あるのみだな今は。角はまあまあまあ大丈夫、火力的には疾風剣で回復量を相殺して、無双三段とサザンクロスでダメージを稼ぐ感じか。竜神劣化剣が入らないから結構厳しいな。1ターンにつき2000ずつでしょ、ダメージ量としては。このあと誰かが倒れるとさらにダメージ量が減るからね。うわスコールでこんな食らうのか。魚鱗の鎧を持ってくるか。やはりこれはホルネウスと戦うにはまだまだ力不足だな。さすがに力不足。いや倒したけどさ、もう一回スコール使われてたら絶対やばかったよね。とりあえずあれ取れない。魔獣の皮は回収していきましょう。まだねフォルネウスと戦うには早いよ。やっぱりそう判断したんで一回大陸へ戻ります。で何が原因かっていうと、やっぱウォードがね弱すぎる今のところ、ま、剣が初期装備だからね、ツバイハンダーで。で氷の剣を取りに行くにはまだ早すぎるから、氷の剣に代わるちょっと体験が欲しいというところになります。フランベルジュ、これを取り出しましょう。でウォードにフランベルジュを装備させる。18から34倍近く上がるな。 OK、 これで通常攻撃の火力は上がったんで、あとは技ですね。技を覚えさせたい。ホルネウスはね結構メイルストロームが怖いんで、まずはアラケスから倒していきたいと思います。防御力は高いんで、まあいけるかもしれない。まあこいつは倒せるでしょさすがに。アラケスの下っ端、下手すればこれで死ぬんじゃん。さすがにそれはないか。2発、じゃあ先へ行きましょう。でこいつを倒せるか、これが一つの指標になりそうだね。全力でいきます。ヒットポイントはまあ300は超えたあたりかな。ウォード、どれだけ火力が出るか。竜神劣化剣は3600ですね。巻きつきが結構ねダメージ食らうんだよね。245、まあ、死にはしないけどなんか食らったら死ぬな次。一応無双三段を一発でも食ってくれればそれでよし。でそう、なんで二刀流になってなかったかっていうと、あれだ盾装備してたからだ。で盾外したんで二刀流になってます今。いやあんまり強くなかったね。隕石のかけらを回収しましょう。あと巨人とかもいたからね、そっちも戦っていきたいと思います。さすがにこっちのドラゴンはまずいんじゃないか。まあ全力でちょっとやってみましょう。まあ、まだ疾風剣だよね。30くらいいかないと多分火力が出ないと思う。分身剣は今竜鱗の剣だから無理やり火力出してるけど、これがどれくらいか。いや強え、やはり強いわ。デッドドラゴンは普通に強い。2回食らったらもう死ぬ。疾風剣
二刀流。火力は申し分ない。よし、巻き打ちいらねえ。倒した。474で。ワンターンキルはできるか。フランベルジュに変えたとはいえ、火力が本当に低いな。じゃあまた隕石のかけら。それでは巨人戦。まあ、こいつもいけると思うんだよね。まあ、2ターンくらいで倒せるかな。うまくいけば1ターン。フランベルジュ、さっき地走り覚えたんだけど、そんなに強くないね。3しか使わないから。もう1段階、6くらい使う技を覚えたいんだよね。せめて。これはダメージを受けない。さすがだ。硬すぎる。おお、いいね。2500か。武装三段もほんと強いよな。スマッシュでいくつ？あ、でも700いく。いいね、いいね。どうしようかな。まあ、素振りもしたいけど、まあ、こいつは、あんまり期待できないからな。このままいこう。スマッシュから、せめてブルクラッシュを覚えてほしいんだけど。終わりだ。雑魚が。じゃ、隕石のかけらと。ここで隕石のかけら全部で3つ手に入りますね。では最初のアビスゲート、ちょっと自信はないけど、すぐ閉じよう。中心の光ってるところを破壊する。血を流せ。血を流すのは貴様だ。あら、消せよ。もうここはひたすら最強の攻撃で叩く。ウォードどうする？地走りから血釣りは無理だと思うから、スマッシュで攻めてブルクラッシュ。4000、いいね。焼き御殿181か。まあまあ食らうな。2発食らったら死ぬ。ポイントは300ちょいかな、自分たち平均的に。200台の人もいるかもしんないけど、143。やはり回復はしていこう。900か、全然いいな。で、竜神劣化剣と武装三段がやっぱり最強の攻撃だから、今のところ。それ以外で回復をしていこう。最優先に生かすはエレンとノーラ。大回転、これは全員見切っている。だから来たのよ、ここへ。一番戦いやすい、今のところ。この大陸領でこれを使うのはもったいないけど、もう高級傷薬しか回復手段がないからね。地層も変わってない。 OK、 ここは押し切ろう。またフランベルジュがな、ちょっとな、やっぱり。まあでも1000当たってくれれば強っ。竜神劣化剣がとにかく強えな、これ。アラケス、四魔貴族といえど所詮は雑魚であった。上がる上がる、いいね。スマッシュの極意を取得した。アビスゲート、一つ目をようやく閉じた。これはいけるな。この先もやっていける気がした。さらなる火力を求め、聖王遺物を取りに行きましょう。てか聖王の槍が欲しい。化けの皮を剥いでやる。
バクシムスのアジト、アラケスをも倒したこの力見せてやろう。連携の後は普通に単体攻撃でいけるかな。ここだよね、本当に問題はここ。払い抜けからなんか覚えないかな、適当だけど。よし、前衛倒してヒートウェーブ、うん、そこそこだね。こっちもだいぶヒットポイントは高くなってるんで、このまま高火力で基本は押し切る。ザコがな、よし、体術上がってくれてる。このままマキシムスを追いましょう。では排除していきましょう。こいつパンチ、攻撃、攻撃、素振りでいこう。一体だし全然効かん、大丈夫だ。二刀流の竜鱗の剣の力を見ろ、結構いいね。ちょうど一旦最後のレッドドラゴン戦でやっぱり火力を出し切りたいけど、まあ、電気剣系だったら大丈夫でしょう。ここは全体攻撃で攻めます。大車輪、まあ、火力は高いからね、大車輪もそこそこだな。ウォードがやっぱり結構食らうね。てか竜鱗系を装備してない人たちが、え、強くね、意外にやりおる。3匹目、あー、これ一回劣化剣使おう。てかここは普通に最高火力でいきましょう。決める、4000とか、これは一旦で絶対倒せんな。マジで強え。さてレッドドラゴン、最初に炎を食らうのはもうしょうがないんで、短期決戦でいきましょう。全ての力を出し切る。竜神劣化剣はね、2発入れたいよね。火炎、一応耐えきれる。これで前衛3人残ってくれれば絶対押し切れる。疾風剣もかなり強いし、今むしろ二刀流だからあれより強いわ。999回復しだした。このターンで蹴りをつけたい。もう一回火炎使われると全滅する恐れがあるからな。しょうがない、おお、0、23、無双三段、ここらで決めてもらいたい。何、まだ倒せないか、やるな。 OK、 さすがの効果力。やっぱりボス系倒すとめちゃくちゃレベルが上がんな。で、そう、一回リブロフに行ったんでババロアちゃんになってます、クレープちゃん。で、一番最初がババロアでしょ。ノーラが来ないのか。ハーマン少しなんか装備させとく。なんもない、全部預けてきちゃったからな。技だけ覚えさせておこう。何か強いやつ、強いやつがそもそもない、ないからいいや。このままババロアちゃんお願いします。じゃあハーマンお願い。何も言わずにそのまま選択肢すらなく残したか。ジャーンプ、ウォードか、
これよくみんな来れたよな。みんな来る経緯が知りたい。このくらいのスライムだったらノーラで倒せるはずだ。バカ、落とし穴系結構あるな。貴様は仲間が来る前に倒す。竜神劣化剣、ひたすらこれを打ちまくる。2400113、結構くら、結構やばくね。いやこれは大丈夫。47か。俺の竜神劣化剣が勝つか、貴様の体術が勝つか、ガチンコの殴り合いだと思ったら来てしまった。わずか2ターンで来るのか。そりゃそうだよね、2ターンじゃ勝負つけられないか。いや全員揃う前に倒す。スパークリングミストなんてやってる暇はないだろう。そんなんでいいのか。サザンクロス、もう次はちょっと戦力として期待できないから、ハイパーハンマーでいっか。お前が倒れるまで殴るのをやめない。雑魚だったな。西洋遺物ゲット。栄光の杖、マスカレード、西洋の槍、七星剣、魔王の斧。よし、オッケー。ちょっとこれは引っ張り出してこよう。というわけで、それでは次回後半の方もやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。